はい、どうも、しょうゆです。よろしくお願いします。はい、というわけで、本日はこちら、ポン！よいしょ！初代ボールをロンティしていこう。はいよー。はい。前回は初代軟式ボール、昭和10年から20年の間で使われてたという軟式ボールなんですけど、はいはい、おそらくビヨンドとかないので金属もないと思うんで、木製でやってた、木製かな、多分木製だと思うんですけど、まあ現代僕らはねビヨンドというね最強バットがあるんでこちらとこちらの初代ボール打ってって軟式の今の M 級も使って比較をしていきたいと思います。はい、はい、ということでやっていきましょう。ウォッ、ではこちら打っていきます。いきまーす。弾き結構いいかもしれないです。はい、1、2、あ、やべ、あ、やべ、シンプルにミス。何ちょっとみんな、みんなこけてきてるから。シュ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 ってないか、うん、聞こえた、両平だからって。逃げない、どこ行った。ヒロトの前。見てくれ、俺になったらすげえ下がったぞ寒くないのかな、日陰で。イエーイ、初代いきまーすあー、音全然違くない。音も違うし、M 級の方が弾きはいい、手に残る。中は硬いんだけどね。硬い、よし。どうだ、お、エンタイトか、エンツーだ。110あって108とか107とか。 MK いきます。どうだ、いや、中が全然違うのよ、うん、音もだから、ここ抜けていく時の音も、うん、こっちの方が低いよ。低い、低い、そうだね、低いね。シュルシュル言わないしね。取ってくれヒロトが叫んでる音もマジで違うな。初代、初代、初代オーカーあ、これいいんじゃない。俺ちょっと、あー、でも伸びない。もう一伸びがないな、もう一伸びが。いでこ、いきます。伸び全然違う。伸びが違う。おお、テニスコート誰もいなくてよかったねって。はい、ちゃいました。オッケーオッケーオッケー。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。打ってきましたけど、やっぱりあの、なんだろうな、打った感じ、打感は感じるというか、なんていうんですかね、M 級と違って、M 級は当たった瞬間に、超、スポーンってこう、うん、飛んでく、弾いてく、あーみたいな感じなんだけど、はいはいはい、これってなんかあんまり打感は感じるけど弾きはないかなっていう、新しい、本当に新しい感覚。そして地面にこうね落ちた時に M 級より跳ねない。あとやっぱ打った時にシュ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 ってこう、うん、今までにない音が、なんかネズミだっけ、ネズミ花火だっけ、なんだっけ、シャーンって花火じゃん、なんだっけ、そう、あれネズミ花火、ネズミ花火、知らない感じ。いや、忘れました。忘れました。まあなんとか花火ですよシュル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 いう花火のあの音がちょっとしたかなって感じ。普段の M 級とか軟式級ではあんまり感じない音とか、はい、打感を今回感じました。弾きは、打った感触は M 級より硬いかなっていう、うん、なんだけど乗せるのは絶対 M 級の方が乗せやすい。弾きで乗せられるのかな、もしかしたら。あの M 級の場合柔らかさみたいなので、あと打った感覚は軽いかも。軽い、確かに飛ばなかったな。目指したんですけどね、柵越えを。うん、それでなくしても困るけどそうなんですよ、これしかないから。そうなんですよ。ちょっと M 級借りていい、1級来た、ぷいってきた。はい、まあサイズちょっと違うんじゃないですかね。どうですか、初代の方が小さく感じる。ちょっと小さく感じるんですよ。ちょっと触った感じ、持った感じもやっぱちっちゃく感じるんですよね。でこれ縫い目がないってことで、さらにそれでもはい、感じます。で今回はこちらの初代の軟式級と M 級で、M 級で、M 級でロンティ頼むよロンティを実際にしてって、こう違いみたいなのを検証してきました。この動画いいと思ったらチャンネル登録とコメントと高評価をぜひともよろしくお願いします。はい、それでは、プレゼント企画もやってますのでチェックの方よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。
11月のプレゼント企画。こちらね、ハマザーのグローブ、こちら、はい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なのか。いやもうそれだって伝統のハマザーさんだからね。そう、伝統のハマザーさんなんで。で、これを使った理由とかもらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。で、こちらを視聴者さんに、翔平TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい。ちょっと使ってもいいですかね。使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を。まあ言っちゃえば、でも片付け済みだからすぐ使えるって言ってればいい。そうですね、言い訳だけどね。そう、ロンティ120飛ばす翔平が使ってたグローブです。守備じゃない、ね、守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね、綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよね。磨きます磨きます。良平さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで、責任重大。汚すだけ汚すって。こちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます。前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんで、ちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね、10月末はデサントのグローブ、内野手を、はい、で、11月がこちら。なので皆さん、ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。